キリスト教の教えに基づいた心の教育を柱とした日向学院、70年以上の歴史の中で大切に受け継がれてきた言葉があります。それはアシステンツァ、教師が生徒と共にいることによって深い信頼関係が生まれる。日向学院はこれこそが教育の基本であると考えています。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、聞こえてますね。私はですね、2002年に日向学院卒業した三浦光翔と言います。今日はよろしくお願いいたします。私たちは日向学院高校の生徒会と放送部です。代表して4人が参加しています。僕は生徒会長の小浜清虎です。僕は生徒会副会長の藤井歩です。私は放送部の木山幸香です。私は放送部の蓮池音葉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこういったオンラインシステムを使ったやり方でみんなお話聞かせてくれるんですね。はい、そうなんです。日向学院では今回は校内の撮影は行わないことにしました。これは新型コロナウイルスの対策として生徒の命を第一に考えた結果で、代わりにこのシステムを利用し過去の映像を使って日向学院の魅力をご紹介します。はい、日向学院らしい考え方だし、とってもね、新しい試みですよね。ところで皆さんは休校期間長く続いていたと思うんですけれども、何をして過ごしていましたか？学校に来られなかった間はとても辛かったです。友達にも会えず、部活もできなかったので、ずっと家にいるしかなかったので。でもずっと休みだったわけじゃなくて、このシステムを使ったホームルームや授業もありました。その時の映像がありますのでご覧ください。こちらはショートホームルーム。お互いに顔を見合わせ、声を聞きながら健康チェックや伝達事項の確認を行いました。さらに先生たちが作ったオリジナル動画での授業にも取り組みました、ね、先生たちも頑張ってますね。そしてこれは科学の授業ですね。早送りのアイディア、よく考えましたね。先生方が工夫してくださったおかげで効率よく学べました。日向学院最大の特徴、それはミッションスクールであるということです。日向学院ならではの行事もたくさんあります。例えば家族に捧げる感謝の集い、日頃口に出せない感謝の気持ちを詩や作文にして家族に伝えるというものです。それから朝の心という校内放送があります。週2回朝のすがすがしい時間に人生の道しるべとなる短い話があります。語りかけられる一言が心を豊かなものにし、人間的成長を促します。キリスト教に基づいた教えっていうものがこの教育の根幹にあるっていうことですね。学校生活についても教えてください。日向学院は中高一貫のメリットを生かしたカリキュラムが組まれています。こちらは朝自習の様子。成績をアップさせる一番の近道は、自らの意思で進んで勉強に取り組むことです。学力の定着には自宅学習も欠かせません。手帳を使って計画を立てることで、担任が自宅学習の状況を把握し、中学生としての生活のリズム作りを指導しています。クラスは成績順ではなく平均クラスで編成されています。これは様々な個性が集まることで、差別意識をなくすと同時にお互いを尊重し、励まし合い、助け合うことができると考えているからです。中学校時代のクラスの雰囲気はどうでしたか？個性豊かな人が集まっていましたが、みんな仲良くできました。僕はみんなで食べる給食がとても楽しみでした。日向学院の昼食は基本的にはお弁当ですが、学食を利用することもできます。朝食券を買って注文しておくと、昼休みに学年のフロアに届けてもらえるので、
教室で友達と一緒に食べることができます。みんな仲がいいんですね。はい、生徒はもちろん先生との距離がとても近くて何でも相談できるので安心して楽しく過ごすことができます。確かに日向学院って学年室もありますし、先生と生徒たちが共にいるっていう温かい感じがありますよね。そういえば日南海岸に日向学院の施設がありましたよね。あ、海の家のことですよね。入学して間もなくあるオリエンテーション合宿や夏のキャンプ、海水浴、園芸大会などとても楽しかったです。他にも文化祭や体育祭、どれも楽しい思い出がたくさんあります。じゃあ続いては高校についても教えてください。高校は私が紹介します。高校では大学受験に対応したクラス編成が行われます。面接、小論文など志望校の入試形態に応じた個別指導にも力を入れています。教師も中高の6年間を通して生徒を理解することにより、生徒一人一人の個性を尊重した的確な進路指導をすることができます。勉強以外の特徴といえば何でしょうか。グローバル教育です。今年は残念ながら中止になってしまったのですが、私は2年前中学3年生の3月にフィリピンの姉妹校交流プログラムに参加しました。姉妹校でキャンプをしたり、ホームステイをしたり、ゲームやスポーツをしたりして交流しました。その他、首都マニラを観光したり、お土産を買ったりしました。そしてトンドのスラムにも行きました。貧しい人々の生活を目の当たりにし、自分が置かれている環境への感謝と自分にできることは何かということを考えさせられました。それは本当にいい経験をしましたよね。世界各国に姉妹校を持つ日向学院ならではの取り組みですね。 Please join us and let's create a better future with friends all over the world. かっこいいですね、本当にね。日向学院のすごいところはまだまだありますよ。ここで先生に登場していただきます。赤林先生。赤林先生、どうぞよろしくお願いします。ICT 担当の赤林です。よろしくお願いします。お願いします。授業では小テストをタブレットで実施することで、問題の配布や回収、採点にかける時間を短縮したり、動画教材を利用することで理解を深めたり、英語のリスニングに使用したりしています。またゼミの論文をタブレットを使って作成することで効率的に作業を進めたり、ゼミの先生からアドバイスをもらったり、プレゼンの技能を高めたり、論文の記録を大学入試に生かしたりしています。日頃からタブレットを使用して学習時間を記録することで、学習時間がおよそ2倍に増えたり、模試での成績も向上したりしていますが、さらに今回の休校中、健康観察や生徒とのコミュニケーション、講義動画の配信などに大いに活用しました。さすが最先端を行く日向学院、進化してますね。タブレットを使うことで授業が分かりやすくなって、勉強がはかどり楽しくなりました。赤林先生もどうもありがとうございました。ありがとうございました。日向学院の大きな魅力、それは文武両道です。勉強と部活や生徒会を両立することができ、集中力が増し、どちらもレベルアップすることができます。日向学院では中学校で9割、高校で8割の生徒が部活動に入り、仲間と一緒に同じ目標に向かって励んでいます。こうした取り組みが大学進学においても輝かしい実績を残しています。こちらは近年の実績です。最後に小浜さんの方から日向学院の魅力一言で表すとどんな感じですかね。それはいつでもどんな時でも先生方が一緒にいてくださるということです。だから安心して学校生活を送ることができます。また友達同士で励まし合い、助け合うことで深い信頼関係が生まれ、充実した日々を送ることができます。そうですね、それが日向学院の一番の魅力かもしれませんね。皆さんどうもありがとうございました。皆さんも日向学院に
楽しい学校生活を送りませんか？オープンスクールにぜひ来てください。ここでオープンスクールのお知らせです。中学校では11月3日に小学生候補テスト、12月5日にミニ説明会を実施します。また高等学校では12月5日に入試説明会を実施します。詳しくは学校のホームページをご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。